今日はですね、コロッケのコロちゃん、コロちゃんコロッケのですね、最後の店舗に行こうと思っています、うん、ちょっと最後の店舗っていうのは好きですけどね。前もあのシャノワール、去年ですけどシャノワールの最後の店舗に行ったっていうのはありますけども、やっぱりこう最後の店舗っていうのにね、すごい惹かれるというか、うん、僕が中学の時にですね、まあもうすでにコロッケのコロちゃんっていうのは全盛期だったんですよね。いわゆるこう50円、1個50円でこのコロッケを、美味しいコロッケをこのいわゆる安くたくさん売るっていうスタイルでですね、コロちゃんコロッケっていうのは全国展開してたんですよ。一番流行ってた頃だったんですよね。で、たまたまなんかバスの中で乗ってたバスの中でですね、なんか一人のおばさんがこのコロッケのコロちゃんのいわゆるフランチャイズ契約をして、自分でもお店をやりたいと思ったらしくて、その仲がいいこのなんか男性を、まあ、会社の同僚の男性なのかわかんないですけど、バスの中でやたら口説いてるんですよね。それが聞こえてきたんですよ。コロッケのコロちゃんがすごいいいお店で、なんか美味しいから絶対これ売れるから、私もやるから一緒にやろうみたいな、もう誘ってるんですよ。おやべえやつだなとこういうなんか人を危ない道に誘うおばさんが嫌だなってなんとなく中学生なりに思った記憶があって、まあ多分その頃がちょうど全盛期なんですよね。でもう数年後にはこの2007年にはですね、もう会社がとうとう倒産してしまってですね、うん、要するに薄利多売っていう、いわゆる安くてたくさん売るっていう、売りさばくっていう、そういうスタイルがやっぱりすごい無理があったらしくてですね、商売的に会社自体が潰れちゃって、でそこと契約していたこのフランチャイズ、いわゆるコンビニとかと一緒ですよね。それ個人が契約してやってるんで、お店だけが残ってしまったという会社が倒産しているのに、コロちゃんのコロッケを名乗る店舗だけが残ってたっていう。それでまあほとんどの人はこの店をどんどん閉まっていったんだけれども、それでもなんか根強くコロちゃんのコロッケっていう名前だけ残してお店をやってた方も結構いらっしゃったらしくてですね、まあ結構残ってたらしいんですよ、うん、会社は倒産しちゃったけどね、うん、でもやっぱりだんだんこのどんどん減っていってですね、まあ最近ではこの愛知県の岡崎の方にあるお店が、6月の下旬をもってですね、なくなってしまってですね、とうとうこの東京都八王子市に2店舗残すのみになったらしいんですよ、うん、でその2店舗のうちの1店舗に、まあ、今日は行こうと思ってるんですけども、一応コロちゃんのコロッケ屋があるバス停までは来たんですけれども、ここから歩いて4分ということなんですけれどもね、どこだかさっぱり知らないんですけどすごい適当にバス停付近を歩いてるんですけれどもサンちゃんじゃねえんだよな、コロちゃんなんだよ。ちょっと惜しいんだよなこれ、ゴーロクちゃんなんだよなこれ、コロちゃんと書いてゴーロクちゃんだ、サンちゃんってのはちょっと惜しかったな。何火曜スナックって昔の歌謡曲歌うんですかね、昭和の歌謡曲を。てかマジコロちゃんはどこなんだこれさっぱりわかんねえ、絶対こっちじゃないだろう。ありましたね、コロちゃんのコロッケ屋が。しかもがっつりやってるじゃないですかこれ。いやー、こんな店があるんですね。あ、こんにちは。グラタンコロッケお願いできますか。1個で、はい、1個と肉じゃがコロッケ1個と、肉じゃが1個と、あとコロちゃんコロッケ1個でお願いします、はい、
った。378円。すみません。5分ぐらい待ってください。はい。結構ここは昔からやられてるんですか。うん。おばちゃんは23年かな。あ、そうですか。いや、コルチャコロッケ名前は知ってたんですけど、うんうんうん、あっちもないんで。もう今ないのね。はい、うん。これ八王子に結構あるんですよね。もうないですよ、ここって。うん。ここと川口、だから2軒だけ。あ、そうなんですね。うん、昔はチェーン店だったからね。あ、そうらしいですね、なんか。チェーン店で昔はね、フランチャイズだったからさ。で、フランチャイズのお店が、会社がダメになって、フランチャイズが生き延びたとか。あ、うん、で、会社から直経営してた、あの、ダイエーの前とか、どっかの前とかっていうところのとこはみんな撤退しちゃったでしょ。父ちゃんが取ってたさ、はい、父ちゃんが取ってたその仕入れ先の北海道の工場は、はいはい、大きなとこだから全然問題ない。あ、そうなんですね。そっから取れる。ああ、そういうジャガイモとかってことですね。ん？ジャガイモとかってことですか。そういうとこ、そういうとこの作ってる工場が北海道にあるわけ。ああ。パン粉か何か全部あれで、それをコロちゃんが取ってたわけ。あ、全部全国配送してたわけ、そっから。そこから、その北海道から業者さんに来て、業者さんと。ああ。なんか。だから同じのが来るわ。あ、じゃあ昔と変わんない、あれなんですか。ああ、うん。会社が一緒だからね。作ってたからね。これやっぱりこの入れ方がね、この、丁寧に入れてあるじゃないですか、この、斜めに。やっぱこれがすごいおばちゃんのこのコロッケに対するこの愛情をすごい感じる入れ方というかね。そう、結構みんなに受けるような、みんなが美味しいというようなコロッケをその材料で、あの、これは何グラム、これは何グラムみたいな感じで結構計算して作り上げてるというか、かなりこのマニュアルが出来上がってる感じがしますね。うん。